はいどうも、水ニャンです。本日の動画なんですけど、また、ウームがやらかしちゃいました。いやー、何があったのか、簡単に説明をすると、ウームに所属している、トミックって YouTuber がいるんだよね。結構ね、古参で、チャンネル登録者数が168万人いる人気 YouTuber なんだけど、まあ、どんな動画をね投稿してるかというと、すっぽんを生きたままオーブンで丸焼きにしたり、健康な貝に油を注いでみたらどうなるかとか、伊勢エビを生きたままデスソースにつけたり、すっぽんの血管に、注射器でわざと、空気を入れたりするなどの、動画を普段投稿してる。で、これがね今ね、動物愛護団体に目をつけられていて、動物虐待じゃないかと、ちょっとしたこれ騒ぎになってんだよね。で、実際に、まあ、動物愛護団体の人は、警察に、通報したらしく、警察側の、対応は魚介類に関しては罰則がないというね、対応だったみたい。で、まあ実際ね、動物愛護法で定められている愛護動物の定義に魚介類はないから、違法だったとしても罰則はないわけなんだけど、実際ね、まあ、どんなもんなのかなと思って、で俺も、トミックさんの動画を見たんだけど、想像以上にあれはやばかった。で、調理じゃなくても、もはやなんか動物を使ったもう実験を楽しんでるような、まあ、動画だったんだよね。まあ、別にそんなね、胸クソが悪いわけじゃなかったんだけど、まあ、よくさ、インスタグラマーとかが、インスタ映えする写真を撮るために、飲食店で料理を大量に注文して、残しちゃうみたいな話あるじゃん。で、あれに近い感覚を俺は感じたかな。で、もっとね、ちゃんと、ありがたく美味しく、いただいてるんだったら、まだしも、あれちゃんと食べてんのかなって俺思うんだよね。だって伊勢エビを生きたままデスソースにつけたものを調理して食べたら辛いじゃん、食えんのみたいな。やっぱりまあその魚介類って美味しいからね、そういうまあ YouTube 映えをする形じゃなくて、もっとなんか美味しく調理して食べたらいいのになって俺は思っちゃうんだけど、まあ俺の感覚おかしいのかな、ちょっと。まあ、ただなんかね、まあ、これに関しては、まあ、ネットニュースとかもちょっとまあ動いてるみたいで、まあ、実際にまあそのウームとか、あとまあその関係する団体とかにまあ問い合わせがまあ殺到はしてるみたいなんだよね。だからまあウーム自身もまあ動くか動かないかはまあ知らないけれども、ただちょっとこれに関してはまだね、そんなにこう火がついてる状況ではないけど、まあ、もしかしたら今後ちょっと炎上はするかもしれないなっていうような、まあ、話、まあ、だったりとか、まあ、します。で、まあ、実際やっぱり、まあ、YouTube ってさ、まあ、いろんなコンテンツがあったりするじゃん。で、まあ、僕がね、まあ、最近こうよく見てる YouTube の動画に、まあ、そのアリ、ね、アリ昆虫を使ったその動画を作ってる人がいて、でこの人の、まあ、アリジャムさんっていう名前だったかな、確かそうだったんだけど、まあ、その人の動画も結構まあその昆虫とかを使った実験をして、で、まあ、実験にこう使った昆虫をそのアリにね、食べさせたりとかしてて、で、まあ、それはそれで、まあ、ちゃんとしてんなってまあ思うんだけど、で、まあ、やっぱね、ああいうものっていうのが、まあ、苦手な人とかも、まあ、いたりとか、まあ、するんだよね、中にはね。まあ、その極度な、まあ、その動物愛護症ではないけどね、動物のことが、好きすぎて、で動物は守らなきゃいけないっていう人たちも、まあ、いるから、まあ、そこはね、まあ、僕が普段言ってるような、まあ、バランス感覚を、まあ、どこまでつけるかっていう話だと思うのよ。実際、まあ、そのトミックの、まあ、動画、トミックさんの動画を見てる人でも、いやあれぐらいだったら全然、ね、大丈夫じゃないみたいな意見もあると思うし、いやもうあれはちょっとやりすぎだよ、あれはダメだよっていう意見もあると思う。で俺はどちらかというと、まあ、トミックさんの動画に関してはちょっとやばいなっていう印象は受ける。じゃあね、やばいって言ってるなら、じゃあ魚の踊り食いとかは全然大丈夫なのかよ、じゃあ生きたままの、牡蠣とかそういうものをじゃあ火で炙ってこう食べるのはいいのかよって話になるかもしれないけど、いやなんかそれとこれとは別じゃんみたいな。
ね、料理としてで美味しく、食べるものであれば別に俺はね、まあそのいいと思うんですよ、美味しくいただくんであればね。でもなんかそのトミックさんの動画って、まあ、YouTube の、動画として、まあ、そのエンタメ性を持ったものじゃん、バラエティ性を持ったものじゃん。だから動物にこういうことやってみたらじゃあどうなるか試しにやってみようぜっていう、まあ、形でやってるわけじゃん。実際まあその生きたままのカニを焼いて、でその中から確か寄生虫が出てきたみたいな動画とかも確か出してたはずなんだけど、でまあそんなあくまでそう動物を使ったりとか、まあ魚介類を使ったり、まあ魚介類を使ったねこう実験をやってるだけで、あれは料理と言えるかっていうところはあると思う。だからまあその普通のね、まあ踊り食いであったりとか、まあそので生きたままさばいてで食べるその池作りとかそういうものとはなんか違うものなんじゃないかなっていうふうな、まあ俺は印象を受けてる。まあもちろん中にはね、まあトミックさんのことがまあ好きで、まあトミックさんの動画で楽しんでるよっていう人がいるから、まあそういう人のことはまあ俺別に否定もしないし、でトミックさんがああいう動画を上げてることも僕は別に否定はしない。ただまあ、ちょっとなんかね、俺の感覚からすればあれはちょっとオーバーだな、やりすぎだなっていうだけの話だったりとか、まあ、するんですよね。てかまあもうね、ウーマはやばいね。実際ね、もうウーマやめちゃったけれども、まあ、木下優香さんもさ、これ YouTube ライブだったか動画だったかもう覚えてないけど、まあ、猫ぶん投げたりとかしてたじゃないですかね。いやだからやっぱウームに所属しててもやっぱね、やべえやつはいるんだなっていうのは、まあ、昔からまあ俺も思ってたけど、まあ、なお一層やっぱりあやばいやついるんだなウームってまだっていう印象っちゃ印象であるね。てかまあウームはね、まあ、実際あれだけさ日本一のね YouTuber プロダクションとか、まあ、言っててね、まあ、今めちゃくちゃもう株価もまあ低迷してるんですよ。でまあやっぱりね、ウーム自体もうね、YouTube 事業はもう結構頭打ちなところに来ていて、でまあこれからね、まあその YouTube の広告収入っていうのも、まあどん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 、まあ単価がこう右肩下がりに、まあ、なっていくと。まあね、当分はこれが続いていくんじゃないかっていうことだから、まあどんだけね、まあ再生数が、まあその稼げたとしても、やっぱり、まあその上限は決まってきちゃってんのかなっていう印象も、もはやもうね、あるね。で実際やっぱりウームの株価ね、まあ下がってるわけなんですけれども、まあこれまあどこまで下がるか、まあ実際わかんない。まあ俺は実際まあ株とかやってる人間で、まあウームはね、まあ買ってもいいかなって思う時は実際あるんだけど、まあまだまだちょっとね、まあその買い時はまだかなっていうふうに僕は思っていて、まだねウームに関しては100株も、まあ、持ってないんですよ。でまあ、ウームって今ね、YouTube の、まあ、会社でもあるんだけど、どちらかというと、イベントとかね、そっち方面、グッズとかそういうものにも力を入れていて、まあ、今のこのご時世、イベントも開催できない。で、イベント開催できなかったら、まあ、グッズもたくさん履けないじゃないですか。で、そうなってくると、じゃあ、ウームの収入ってじゃあ何なのって、メインのね、収益何なのって言ったら、やっぱり YouTube なんだけれども、まあ、YouTube もさ、まあ、今のご時世、企業とかもね、業績が悪くなるかもしれないから、そうなると、一番メインに削られるのっていうのは、広告費なんだよね。で、広告費が削られるってことは、結局 YouTube に広告っていうのが少なくなる。YouTube の広告の単価も安くなってしまう。で、そうなってしまうと、いくら再生数がね、その増えようが、まあ、普段の収益よりも、下がったりとか、普段の収益と同じぐらいになったりとかしてて、 YouTuber からしたら結構上がったりなところもあったりとか、まあ、するんだよね。だから、まあ、このねご時世でみんながねこうやって外出を自粛したりとか引きこもったりとかして、でまあその YouTuber これ儲かるんじゃないのと思ってね思ってる人いるかもしれないけど、儲かりません。 YouTuber は今のご時世ね、YouTuber も結構ね大変だというね話でございます。だからまあこうやってね、まあ、ウーム自体、まあ、大きくはなっていったよ、ね、ウーム自体やっぱ上場もしたし、で上場してからも、ね、成長がやっぱ加速していってたけれども、ね、こういうなんかねもうちっちゃいボロみたいなのがもうポツ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 やっぱ出てくるわけだし、まあ、やっぱり所詮ね、まあ、YouTuber っていうのはもうヒカキンさんとかねはじめ社長とかあのクラスはもちろんねもう芸能人と同じようなものだと思うけれども、
やっぱね、その他大勢の YouTuber、芸能人でも何でもなく、もうやっぱ素人なんですよ、ただの。ちょっとネットで発信力があったり、影響力がある、こう、ただの素人なんだな、というような、感じです。はい。まあそんな感じでね、まあ今日はね、トミックさんのことについて、動画で、言わせていただきました。まあてなわけでですね、もしこの動画がいいと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずにゃんでした。じゃあね。